日本全国から集まったスターの原石たちで競い合うサバイバルオーディションガチ団。前回敗者復活戦から勝ち上がってきた山本涼雅と高橋健太が合流。そしてレーベル、ユニット名が決定。さらに次の審査はこの12名を2チーム6名ずつに分かれて戦っていただきます。運命のチーム分け。このどちらかのチームがデビューもしくは脱落する。そしてスターとなるチームを決めるべく次の審査を発表。フィジカル審査になります。生き残りをかけた熾烈な争いが繰り広げられた。しかし、しゃあ格闘ビーチーム、はい、スターになるぞ。皆さんには過去の自分に勝つことができるのかというところで、先ほどと同じ5種目をやっていただきます。戦うべき相手はなんと過去の自分。果たしてフィジカル審査に勝利するのはどっちだ。スター育成ガチンコドキュメンタリーガチ団。さあ今週も始まりましたスター育成ガチンコドキュメンタリーガチ団、うん、この番組は時代の主役になれるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組でございます。フィジカルテスト、フィジカル大事ですか。フィジカルって大事ですよね。コンサートすると長いし、うん、そうよね、ずっと動いてるわけでしょ。はい、でまあ、しか1日4時間で4時間 ?40 曲でした。39曲でした。いやカラオケでも無理だよ。あいつだいぶだらけた時間、ただただポテトつまむだけの時間があるじゃん。4時間あった何の曲も入れずに無理じゃない。わあ、じゃあそっか、それぐらい必要なのね。じゃあ残念ながら夏さん無理ですね。無理ですね。入れないし、ね、体力という理由だけでちょっと今回は確かにあの私ぶら下がり4秒でした。デビューをかけて2チーム対抗で行うフィジカル審査。挑戦するのはこの5種目。種目ごとに2回挑戦し、チームごとの記録の平均値の差で競い合う。第1種目 50m 走の結果は僅差で B チームの勝利。続いて2種目目は 800m 走。1回目の成績がこちら。体力を消耗している中、2回目にどれだけ自分の記録を上回れるかが勝負。自分の中では本当に全力出し切りました。はい、もちろんチームの競技だっていうのは分かってるんですけども、個の力が弱いと勝利につながらないので、本気で挑んでいきたいと思います。メジャーデビュー本当そんな甘くないと思うんで、ピアスを外しなさい。もう一人にピアスを。一方、1回目再開 A チームの高橋は、前回やっぱ山本くんよりさ後ろだったじゃん、うん、でそれを山本くんに勝てるように、でそこの勝負とあと自分にかけるように。昔は全然気にしないし、うん、正直今もう立ってるのもしんどいぐらい体ボロボロなんですけど、デビューしたい気持ちは誰よりも強いと思うので、まあ結果がどうであれ本当にできること全てをしたいなと思います。敗者は復活から来てるからね。高橋が意気込みを見せる中、怪我を理由に審査欠場した浜野とチームを引っ張る本田の間に亀裂が。今自分ができることは一番疲れてないわけだから、一番声を出さなきゃいけないわけよ。声が出てないしだし、もっと考える時間も俺よりあるわけだから、そういうところでもうもっと自分を出してほしいのね。ね、やっぱ怪我しちゃってるから塞ぎ込んじゃってる感じあるね。勝負でも絶対勝つけど、自分たちの熱量が大事だからね。ちょっと待ってもらっていいですか。分かってない。ありがとうございます。正直言われた時は、自分はここにいるべきメンバーじゃなかったのかなって、熱量も全然なかったのかなと思って、しっかり考えます。今自分ができることとは、自問自答する浜野。それぞれの思いが交錯するフィジカル審査、そして 800m 走がスタート。位置について
よーい、ドン。どっから最初から行け、最初から。1周目。序盤から前回5位の A チーム本田が飛ばしていく。その後 B チーム浜川、荒が追う展開。2周目いけるでしょ、まだいけるよ。ケンタ気持ちいい。ついてけ。いや、前見よ。現在最下位は A チーム高橋。すでに先頭本田に一周の差をつけられた。こてるよ。どっからこっから。先頭は依然 A チーム本田。巻いて。なんと本田と最下位高橋とはすでに2周の差が。2回の挑戦により候補生たちの体力はすでに限界。いよいよラスト。1位で本田がゴール、アラ、石川が続く。こっから最後。そして残ったのはこの2人。実は山本にも一周差をつけられていた高橋。さっきしゃがんじゃったのは、もう無理っていうので、ハードルなのか。疲労困憊の中全員が走り切った 800m 走。結果はこちら。 A チームは本田、矢作が大幅に記録を更新。 B チームは石綿、荒、川村が1回目の記録を超えた。そして気合十分だった高橋はというと、メンバーの中でも一番遅く22秒も記録を下回ってしまった。 800m の勝利チームは A チームになります。ありがとうございます。現在1勝1敗ですね。もう本当に人生かけてやんなきゃなと思ったんで、最後の諦めることなく1位で終われたんで、本当に今は嬉しいです。でも まだこれからなんで、今日の数にしっかりやります。声出なくなっちゃいました。でもそれくらいやんないと意味がないと思うので、もっと声明日も出なくていいかなと思うくらい思うんで、頑張りたいと思います、声だけ。一方チームに救われる形となった高橋は、気持ちはあるんですけど、体がうまいことついてきてないっていう部分があるので、それを本当にどうにかしないといけないなっていう、今の一番大きな課題ですね。ちょっとごめんなさいね。本当に俺らこんなん走り抜けなきゃいけないんだから。続いて第3種目は上体起こし。まずは A チーム辻と B チーム荒が挑戦。1回目は上体をうまく起こせず40回という記録だった荒。2回目はしっかりと腹筋を行うことができるのか。前回は不甲斐ない結果だったので、しっかり記録を伸ばしてチームに貢献します。果たして2人は過去の自分を超えることができるのか。よーい、スタート。やばー、
なんと30回も自己記録を更新したアラ。すごい。あ、ついてる。すっごい途中で苦しくて、後ろで頑張れまだいけるってみんな言ってくれたんで、それがなかったらこの結果出てないと思うんで、チームのみんなに感謝しています。いきなり大記録を叩き出した B チーム、 A チームは挽回できるのか。そしてこの後フィジカル審査は後半戦。果たして最後に勝つのはどちらのチームなのか。30秒経過。5種目を通して勝利したのはフィジカル審査第3種目目、上体起こし。2組目は1回目に96回という驚異的な記録を叩き出した阿部と石綿の挑戦。1回目同様飛ばす阿部、それに続く石綿。しかし後半阿部が失速、1回目の記録を大幅に下回ってしまった。気持ちは絶対90超えるぞって思いでやってきたんですけど、超えることができず、一番自分を超えることができないのが一番悔しい。さらに両チーム2人ずつ挑戦を終えて、現在 B チームが圧倒的に有利。そして最後は A チーム矢作と B チーム山本浜川が挑戦。実はこれまでの種目で全て1回目の記録を超えてきた矢作、チームの勝利はこの男の肩にかかった。残念な結果になったらもう多分この先何やっても多分ダメだと思うんで、全力を出して頑張ります。よーい、スタート。会長に飛ばす矢作、そして浜川も続く。山本君が結構、一方で山本はしんどそう、なんと大苦戦。よくやったマジ、ナイスナイスナイス、めっちゃ綺麗だったよ、ちゃんと。ありがとう。矢作はまたしても自分の記録を更新、そして平均記録の差で勝利したチームは、勝者は B チームになります。阿部くんが46回ちょっと下げちゃったから。みんな、まあ、頑張れとかこれでとか散々 A チーム B チームのことも言ってると思うんですけど、まあ、結局口で言ってこうやらなくて意味ないんで、まあ、自分がこのまま突き進んでいきたいと思います。3種目目を終え、1勝2敗と後がない A チーム、次に B チームが勝てば敗北となる。そして4種目目は鉄棒ぶら下がり。では1組目 A チーム本田君、はい、 B チーム石川君、はい。1回目は圧倒的なタイムで1位を飾った石川。次がないのは僕らも同じだと思うので、全力で頑張ります。頑張れ。まだ50秒しか、まだ行きましょう。 A チーム本田も決意の涙を流した以上負けられない。必ず全員勝ちに行くので頑張ります。2人は自分超えをしてチームを勝利に導けるのか。よーい、スタート。10秒経過。20秒経過。両者一歩も譲らず
1分40秒経過。こっからだよ、こっからだ。まだいける、まだいける、まだいける、頑張ろう、頑張ろう。よいけるつま先にも、いけるいけるいける、よし、頑張ろう。何が出るか、まだいける、まだいける、まだいける。石川、記録更新ならず。伸ばして、あー、さっしゃ、よし。一方の本田は1回目よりも5秒自己記録を更新。本当に離さないっていう強い気持ちで頑張りました。続いて A チーム辻と B チーム荒の挑戦。ここでは辻が4秒記録を更新。続いて A チーム矢作と浜川の挑戦。ここまで全て記録を更新してきた矢作、ここでも自分を超えられるのか。1分50秒経過。いけるいけるいける、こっから2分いけど、頑張れ。2分いこう、2分、絶対2分いこう。まだいける、まだいける、まだいける、まだ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 。2分経過。オッケー、ナイス、まだいける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 。なんとぶら下がりでも自己記録を更新。僕はもうここにいる誰よりも今日は絶対気持ちで勝ちたと思ってます。さらに2人ずつが挑戦し、現在 A チームがリード。次の B チームの挑戦者が2分10秒以上ぶら下がれば B チームの勝利となるのだが、最後は未だ一度も自分超えを達成していない B チーム山本。ラインライブで弊社と活動した時に嬉し涙を流してから、行くときは悔し涙じゃなくて、また嬉しい涙に泣こうと思ったので、がむしゃらに握り続けようと思います。2分10秒以上で B チームの勝利が決まる。頑張れ。果たして。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫だ。よーい、スタート。いけるよ。はい。山本に全ての運命が委ねられた。なんと40秒で脱落。鉄棒ぶら下がりは A チームの勝利となった。それでなくて本当に何も見えないです。今まで本当にみんなが頑張って自分を超えてる中、自分だけ何にも超えれてないっていうのは本当にもう情けないし、チームのみんなに迷惑をかけてるし。4種目目を終え、現在2勝2敗で迎えたフィジカル審査。勝負を決する最後の種目は反復横跳び。本気で最後まで、はい、自分たち限界超えていきましょう、はい、声出して、はい、楽しく笑顔で、はい、頑張りましょう、はい、せーの。果たして最後に勝利するのはどちらのチームなのか。まずは A チーム辻と B チームから山本、川村が挑戦。結果は川村が1回目の記録を更新。続いてはこの3人。 A チームは状態起こしで成長を見せた阿部、全ての種目で自分超えを果たしている矢作、そして気持ちでチームを鼓舞し続ける B チーム石川。結果は矢作が全種目自分超えを果たす記録をマーク。続いて A チーム高橋と B チーム浜川は共に自分の記録を下回る結果に。ここまでの結果はこちら。平均の差で5回と B チームがリード。そして次が最後に挑戦する組となる。最後は A チームから本田、 B チームからは新と石綿が挑戦。
最後に勝つのはどちらのチームなのか。これで全てが決まる。早い。ステップ早いよ。それがね。めっちゃ早い。すべての力を出し尽くした3人。その結果がこちら。なんとアラが106回という驚異の記録を叩き出した。そして勝利したのは。5種目を通して勝利したのは B チームになります。 B チームが勝利。デビューまで一歩リードした。2回目の時はやっぱみんなの顔が生き生きしてるというか、本当に頑張ってよかったと思います。スターになるのは B チームみんなだなって改めて思いました。一歩を負けてしまった A チームは、僕は B チームに熱量負けてなかったかなと思います。今回勝てなかったっていう結果はうまく受け止めて、自分たちが今後デビューするまで結果を追い求めてしっかりやっていかなければいけないなと思います。こうしてデビューにリーチをかけた B チーム、残る審査はあと2つ。そして数日後、再び集められた2チーム。今回のここで次なる課題が告げられる。おはようございます。皆さんにはフィジカル審査で競っていただきましたが、今回の審査を発表します。今回の審査は SNS 審査になります。そう、続いて行うのは SNS 審査。4つの SNS のいいねなどの数で順位を競い、最終順位に対応するポイントの累計でバトルの勝敗が決定する審査。そして両チームへの課題が、審査の対象となるプロモーション動画を作っていただき、視聴者の方に、まだ皆さんのその見えていない魅力を存分にアピールしてもらえればと思います。 SNS 審査に影響する自己 PR 動画を作成アップしてもらう。テーマ、内容などは全て自由。デビューへつながる新たな試練。果たして候補生たちはどんな動画を作るのか。さあ、というわけでフィジカル審査の結果は2対3で B チームの勝利と。なかなか見応えのある戦いだったんじゃないでしょうか。そうですね。2回目のバカ力っていうの、カジバのね、それが見えるよね。よく超えてくるね。 SNS の審査と、いいね数ってどうやったら増えるんですか。これは目に留まりやすい動画を作った方がいいんですけど、でも私的にもう B チーム圧倒的に個性強すぎて、そうね、なんかもう特に山本くんなんてそれこそインスタ映えじゃないですか、もうあの存在が。そう、ね、そう、目が行く動画だったらみんないいね、そうなるとやっぱこれはもうピコ太郎さんの真似してジャスティン・ビーバーに見つけてもらってもいいですか。本当に大の目にリツイートしてもらってもやっぱいい方法だと思います。一番いいよね。それアラ君からそのタグ付けされて自分のツイッターに来てたんだけど、いやこれアラ君だけやってもね違うなって思って、ね、もうスルーしちゃったんだけど、あらごめんね。いや、そういうつもりで、ね、笑いにもすがる思いで来たのに。来たんだけど、しかとこいなんすか。いや、だって舐めるなと。いや、だって来る6月21日木曜日、デビューチームを決定するライブイベントを開催決定。来場者投票の勝敗がチームの勝敗に大きく影響します。あなたの一票で推しメンバーをデビューに導こう。詳しくは番組ホームページをチェック。皆さんこんばんは。はじめまして、僕たち二次元の推し千代からやってきた買い付け4人組アオタです。
はい、僕が篠塚の次です。支援塚の太一です。聖者の岸翔太です。洋風族風也です。僕たちは音楽を通して皆さんの笑顔と声と涙を地球で集めてます。オーディション受けてるみんな頑張れ頑張れ。ファイトオレンジファイクロー。以上、僕たち青大でした。バイバイ。MC にムカつくのは絶対あるから、ムカつくのなんかこういうリアルで見てる、あ、もうやってらんねえわじゃないって、うん、すごい聞いたじゃないで、やりたいっすって気持ち。でも2回目みたいにやれば全然語学に戦える。てかもう語学っていうよりも圧勝だったわけよ。そう、勝負的にはね、平均では負けちゃったけど勝負では本当に圧勝したよ。だから俺たちの力はめちゃくちゃ強いのね。ある出さないで。この状況でも一人一人にさ、発生点だったり自分の弱点が勝手に見えたわけだから、自分を大人に上げるという言い方になっちゃうかもしれないけど、俺と優也以外はみんな顔に出ちゃうと思った。そうだね、顔良くない、自信ないって顔に書いてあるぐらいで、ごめんも、そう、ごめんも言わないでほしい。責任、もう本当責任感じちゃって、そこだからしかないの、これはチームだ。自分たちだけじゃないの、違う、支えてくれてる人が、俺がデビューしたいじゃないんだよ。違う、支えてくれる人がいるから、支えてくれる人たちできる。ケンタ君言ってたじゃん、うん、僕の場合はほんまに負けた時にね、何が一番悔しいって。そう、お母さん恩返ししたいし、泣かへんけど、そう泣かへんけど、はい、恩返ししたいし、やっぱり正直勝ちの話したら辛いし、今そうだよ、みんな一緒だ、辛いし、しんどいからそばにいてほしいけど、そんなのただの甘いやから、そう、だから不安にさせないのが一番だから、うん、まあ、ケンタ頑張ってんだねって、うん、お母さん一番思ってもらうのが一番でしょ。泣かへん、だから泣いちゃうと心配しちゃうし、画面の向こうで、だから勝手な攻撃だ。そう、うん、支えてくれる人、僕にはいっぱいいるし、ここにもいるから。そうだよ、家族だから、もはやチームだから、うん、悩み事あっても全然、まあ、プライベートの話になっちゃったけど、急に言ってくれてもいいし、やっぱりママすごい会いたいし。そうだよ、大好き。いや、本当に助けられたと思います。マジで2回目に君を助けられたから、今2回目に助けられてます。いやいや、もう本当に、いや、なんかね、すげえよかった、こういう経験できて。サンキュー、泣きそうになっちゃった。したっす、したい、みんなしたい。サンキュー、やばい、マジ本当大好き、みんな。これ得意一つやるから、そうそう、全然しょうがないんで、できない。絶対さ、思うことあるじゃん、それ。今僕も全然いいよ、何も考えなくていい。それも勝ったことだけを取り上げて、そう完成を家帰ってからすりゃいいから、そう今はただただ勝利を喜ぶ。そう、マジで。今俺らがさ、チームで手にした喜びってあるじゃん、うん、それってみんな同じ均等の量をシェアできるものだから。そうだから、誰かが1位だったから、じゃあ俺が40% の喜びとかじゃなくて、ヨガも俺もカイトも全員みんなね、同じパーセンテージでそれを受け取る。まだ審査あるからさ。そう、俺ら絶対マジ SNS も負けたらんねえから。つか負けないぜ、ね、負けないと思うけどね。負ける気がある。1回目本気やったからこそ2回目に勝利につなげられると思うから、やっぱ一個一個全て全力でやることが、この気持ちもつなげてって、そう今後全力でやることが目標だと思う。俺たちもそれに勝ったから、とりあえず。でもなんか本当今後の自信につながった。そうだね、もっと頑張ろう。頑張ろう。